い。はい。はい、英吉君どうぞ。はい、あ、俺から？うん、まあ試合で 100% 出すっていう、まあいろいろ選手によって取り組み方はあると思うんだけど、まあ準備、練習の時間から含めてね、やっぱり準備から自信を持って、試合に臨むことが、まあ、大事な要因の一つかなと思うから、まあ、僕はやっぱり試合が近づいてくれば来るほど試合を想定した練習、まあ、緊張感もそうだし、まあ一日のルーティンだったり合わせれるだけ合わせていくっていうのはあります。試合を想定した練習っていうのは例えばどういうことをやるんですか？まあ、普段は練習内容って言ったら、まあ、僕はフィールがメインでやってきてるんですけど、ダブルを打ったりとか、そのブリッジを、まあ、いろんなブリッジをノルマを定めて練習したりとかっていう練習方法が多いんだけど、近づいてくれば来るほど対人練習というか、まあ、ゲーム形式の練習っていうのが増えていく、まあ、そういう流れでやってます。で試合前日はまあ逆に投げなくて、2日前とかっていう、まあ、最後の練習だったらもう1日中のゲーム形式っていうのが多いですね。だからベストオブナインの試合だったらもうベストオブナインしかやらない。それも人とやるんですか？まあ、今だったら、まあ、N01 のオンラインだったりとか、いろんなお店に行ったりとかっていうのもあるし、どうしてもそういうことができない状況だったら、まあロボとか、N01 のコンピューター対戦とかで、やってます。くーちゃん、そういうのあります？その、試合を想定した練習とかにします？試合を想定した練習っていうのを、まあ、100% 出すためにはですね。うん。だから、試合を逆に私の場合は、試合中に自分が投げる場合になった時にオンオフ切り替えというか、人とやってるっていう気持ちよりも自分でやってる、自分のできることをやるっていう風に切り替えることの方が多いかな。ただやることを繰り返すみたいな。そう、その、まあ、エクスプロラインだったらオン、投げ終わったらオフっていうのを細かい切り替えが多いかも。やっぱりこう緊張してるときとか、見てなきゃっていうときほど、それを気をつけてやるのかな。まあ、試合のときに、ね、ですね、練習のときは練習のとき。練習のときは基本的には、対人練習ってあんまりしないから、基本的に一人で投げるんだけど。感覚が良くなるまでが練習みたいな感じでやってるんですけど、あとは基本的には試合前は投げれる時間を、まあ、あったらたくさん作って、いつもよりたくさん作って1週間ぐらいはしっかり投げると、その、まあ、投げたっていう、まあ、結果が、まあ、試合につながる、試合の自信につながる。まあ、投げてるから大丈夫。こんだけやったから大丈夫って実験もないし、外れた時もこんだけやったんだからしょうがないってなるし、そういう、なんか自信を持つ練習っていうのは大事かなと、1週間前とか、あるぐらいから。1週間前ぐらいなんですね。そう、1週間ぐらい前から、まあ、空いた時間とかは、まあ、投げたりじゃないんですけど、例えばじゃあ、試合を見るとか、試合を想像するとか、私は妄想するというか、だからこう試合前1時間ぐらいで行くと、なんと夢に見ようが多い。試合会場に着けない。すごい。ああ、でも試合会場に着かないはめっちゃわかる気がする。試合会場に着かないよね。呼ばれてるのに着かないよね。なんか。
呼ばれたところはないたどり着かないので、めっちゃわかる気がする。それはめっちゃわかる。期待ができないっていう、それは不安だからっていう夢を見てると思うんだけど、それはもう試合前に言ったらよくて。なるほどね。私はその1週間前ぐらいとかなんか意識してやったりする。その対人、じゃあ試合前は対人にしましょうか。じゃあ1週間前からやろうとか、時期的なものを意識する。時期的なものっていうよりは、まあそのほら、まあ試合に出始めて、まあそれなりに年数もたてるし、まあ勝手にこう意識し始めていく。特段、そこの1週間前だからとか、1ヶ月前だからっていう、そういったものではなくて、試合があるなっていうことがもう、分かってやってるから、1年こうなって、ツアーを回るって感じるから、だから、来月、こういう試合あるなっていうので、例えばもう、勝手に切り替わって、自分の頭の中が。で、どん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 いい感じで集中して、試合に臨めるっていう。はい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 、どうぞ。思い出したけど、私あれ多分みんながどうやってるかわかんないけど、試合例えばすごいじゃあ試合が入ってくる試合だから、なんか緊張するでしょ、どうしようってなるでしょ、心配とか不安とかって思ったんだけど、それを逆にだいぶ前から潰していくみたいな、それがうまくできてるからすごいよね、自分の弱点とか。俺よくある。想定外に、まあ、入ることが あんまないからね、俺は。大体想定外。大体想定外。いっぱい入っても想定外。だから例えば、なんか大会で優勝とかしました、リーグ戦とかしましたって、俺別に爆発してない。多分普通。なんかその自分の練習のことがそのまま挫折してたらそのまま来てて繋がってるっていう感じで、そう。感覚
角から自分が調子のいいのを捉えたわけです。あえて切るの、それ自分 の、 あの例えばダートを取りに戻ってくる足音だけに集中して、あえて入ってることに意識しない、そのままのナチュラルな気持ちでこう試合を続けていくっていうところで集中すると、自分のスローに対して何も意識してないから何も緊張しないまま投げて結果的にいい状態が続けてるっていうのは、まあ、それがいい状態がいいところなんですね。だからそれを逆に意識して、これめっちゃ入ってるやん、自分のパフォーマンスができたとしたら、もう一個上に行ける。逆にね、自分のそのなんだろう、いい調子に行く、信じきれてない。おー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 、ね、こんなやったっけじゃん、めっちゃわかんない。
なんかその雑念入るときとか、足跡に集中するとか、そういうの雑念入るときか、でも後ろで待ってるときっていうのは、基本的にはもう同じ動作だね。良くても悪くてもずっと同じ動作。なんかね、その同じことをするっていうことがもうジャンプだけじゃなくて、もう毎日の生活でもそう、全く同じルーティンで一日を過ごしてる。朝起きる時間も一緒だし、でも毎日同じにする、ダーツで言ったら同じことをすることによって小さい変化を捉えたいんですね、俺は。何かを同じにすることによってここが違うな、だからこうだっていうのが欲しいのよ。だからいい時でも悪い時でも、まあこれはもちろんいろんな失敗があって、まあ、こうしたっていうのはあるんだけど、俺はもう常にやっぱ下を向いてるね。後ろで待ってるの、待ってるっていう。でも相手のダーツは一切見ない、それはめっちゃ分かる。でも音だけ聞いて相手が投げ終わったなって思ったら行く。それはやっぱり一番自分がこう、なんだろうな、すごい細い集中を保てる方法かな、今のところは、ね、もちろん変わっていくとは思うんだけど、これから経験を積んでいけば。ダーツで、ミクルちゃん、相手のダーツ見ます？投げてる姿。あまり見ない。自分が下向いてることが多いから、だからよく、あ、投げ終わったなって思って、横目出そうと思ったら、あ、まだ投げてる。いや、わかるわ。ある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 。それある。投げ終わってない。ちょっと3本目考えてる時とかね。あ、向こうで終わったんだ。気づかないでしょ、やっぱ。いろんなパターン。あ、俺もあるわ。あるわ、俺。あるある。俺、余談ね。余談だけど。ひらちゃんと試合したときに、後ろでこう待っとって、次、まあ、回ってくるかどうかも最後の方に待っとって、よしと思って見たら、もう、ひらちゃんと、こうなっとって。早っ！パパーンって投げてもうこうなっとる。そのまま試合終わっとる。あるか、そんな感じになる。あるよ、ね、でも俺ね、俺もそのなんだ、対戦相手が投げるのもだし、店にいて人が投げるのもあんまり見るの好きじゃなくて、なんか理由があって、その人の投げるタイミングがめっちゃ映るの。わかるかもしれない。すげえいいタイミングで投げてくれる人だったらいいんだけど、リリースすげえ遅い人とかだったら、自分までリリース遅くなるよね、思ったら。リリースが映るよ。リリースが映るなって思った。めっちゃ映る。すごい豊かな感じで。まあ俺ぐらいになった。まあそうね。そう。俺も全く映らんねん、そういうの。マジ？全く映らん。めっちゃ映る。めっちゃ、なんて言うんだろうな、すげえ、なんて伝えていいかわかんないけど、興味がないよね、あんまり。いや、興味ないけどね、これ。なんか、こう、もっと来いよ、みたいな。相手のダーツ見ても、飛びとかリズムとか、そういうところには、本当に目がいかない。自然と何か入ってくる感じがする。あ、自然に自分が分からない間に変わっちゃってる感じね。あ、それは怖いわね。絶対見たくない。そしたらここ下向いてるから、もう怖いよ。俺結構まあずっと手元見てる。あ、そうそう、下向いてるから、うちはダーツ見てる。ねえ、ダーツ見てる。俺はね、自分が持ってるダーツのフライトの柄とかを全部揃えたいのよ。気になる。わかる。その一番左のやつが一番下、真ん中が1個で、
一番右のやつが一番上っていうふうな順番に並べたりとか、分かりました。あとあの ポイントを全部揃えた。あ、分かる分かる。あるわ。分からん、それ分からん。ちょっと整頓したい。そう、ちょっと整頓したい。分かる。元の中で。まあまあ、そういうことがね、試合で 100% の力を出すことにつながる。なんかルーティーンとか、まあ、準備とかっていうことだから、試合だけじゃないですね、やっぱ試合に臨むってことは、生活含めてみたいな。そう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 。だからこのテーマに対して何かあれば。いや、でもやっぱりめぐりちゃんの話とかっていうのは見てる人たちもすごいためになるんじゃないかな。なんでかって言ったら、あのアスリートってさ、本当に努力が報われない人たちじゃん。でも世界チャンピオンって世界で一番報われてる人はもう多いよね。それが全体に対して。いや、いや、そうだよ。だからこそ、やっぱり、やってることの信憑性ってのはすごいからさ。俺らもすごい勉強してます。いや、多分上手くなった。そうだ。いや、でも本当、視聴者の人たち、まあ、いろんなね、立場が、ある3人だからすごい話してもすごいと思うから、自分に合うものを見つけてもらって、なんかプラスになってくれればね。そして反応が大事な人も絶対いるから、何にしようか大きく分けて、考えない人も考える人もパターンだし、反応が強い方が入る人もいるし、入る感情が入るとダメな人も、私は感情が入るとダメな方だから、抑えるよりも、若いうちはなんかそれでいけた気がするけどね。なんかおりゃ、感情をコントロールできないとやっぱり、ね、力みとかっていうのが出てきちゃうから、力みたくない。できるのよ。できむんよね。なんでできむんってなるから、そうなりたくない。わかる、めっちゃ。まあでもこれみんなそうですよね。それもう力みたいみたいな人は絶対おらん。だから力みを取る方が人になってたもんね。ありがとうございます。ありがとうございます。